こんにちは。デモクラシータイムス新沖縄通信の時間です。今日は2021年7月号をお届けいたします。いらしていただいているのはいつもの通り、はい、沖縄タイムスの沖縄タイムス吉川です。よろしくお願いします。そしてデモクラシータイムスからは鈴木浩です。よろしくお願いします。本当に暑い中五輪が始まりましたが、うん、暑いですよね。沖縄のデモニュースというと、これは収録の当日に飛び込んで朝一面になりました、沖縄奄美世界遺産にということなんですが、これやっぱり大きなニュースですかね。そうですね、まあ、何度か登録見送られて、まあ、今回登録されたということで、まあ、県内地元とかまた、観光の、まあ、呼び込めるという話で、まあ、喜んでる方もいらっしゃいます。まあ、喜んでる方というか、一応、まあ、喜ばしいことだとは思うんですけども、はい。なるほどね。ここに何か複雑なものが感じられますが、はい、場所はと言いますと、沖縄の本島の北の方になります。で、ヤンバルの森っていう、まあ、非常な森林地帯なんですけれども、ここはご存知の通り、ずっと北部演習場という米軍がゲリラ戦闘の戦闘訓練に使っている地域でした。これ、コウさんどうですか？ここ、世界遺産になって。うん、僕も何回か行ってるんですけど、うん、世界遺産になってですね、そこにしかし、別にホテルがあるわけでもないし、うん、素晴らしい道があるわけでもないし、うん、これ、まあ地元の人たちも歓迎はしてるでしょうけれども、経済的にそんなになんか恩恵があるとかっていうふうにはちょっと思えないんだけど、どうなんですか？まあ確かに今後どうして、これからの話になると思うんですけども、逆に課題の方が身につくことが多くて、まあ、観光客呼ぶということになっても、じゃあ、それだけオーバーツーリズムというか、もうレンタカーもいっぱい来るだろうし、本当に自然が残っている場所で、本当に、環境を大切にした観光というか、そういうのができるのかどうなのか、これは地元の人とか、あと、まあ、県も、まあ、国もですね、その辺のところもきちんと、調整していかないといけないところもあるし、あと、まあ、米軍基地の問題っていうのもここに、つながってるというか。そうですね。この地図を見ていただきますと、グレーの部分っていうのがあるんですが、ここはまだ演習場として米軍が使っているところなんですね。で、その外側の以前演習場で使っていたところは返還されて、そのまんま、まあ、世界の自然遺産ということで指定をされるわけですが、実は先月号でお届けいたしましたように、森自体は素晴らしい森があって、いろいろ植物、動植物、珍しいものもあり、本当に手つかずの自然に見える部分も多いんですが、そこにはこれは秋の隊員が撮ってきてくださった写真ですけれども、うん、いろいろやっぱり演習場に使っていたがための落とし物、忘れ物、廃棄物がたくさん残っています。まあ演習場で要するに戦闘訓練をやってたわけですから、うん、それで使ってた薬莢とかね、うん、弾丸とかそういうのはいっぱい残ってるわけで、うん、でこれかなり危ない、まだ実弾っていうかね、うん、火薬が装填されたまんまの弾も随分残ってるっていうふうに聞いてますんで、そうですね、うん、これやっぱりちゃんと片付けないと、うん、遺産は遺産だろうけど負の遺産っていうふうに言われかねないと思いますよね、うん、でやっぱり遠いですからね、ここどっから、うん、那覇の空港からだと2時間から3時間近くかかるはずですよね、うん、車で飛ばしてっても。でほら沖縄には要するに鉄道がないわけですから、うん、でバスもここそんなに通ってないし、ね、だから遺産になるのはとてもいいことなんだろうと僕は思いますけど、うん、これ観光と結びつけるっていうふうに単純に考えるのはちょっと僕は難しいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ本当に車で運転してそこまで行かないといけないので、うん、そう道にヤンバルクイナとかが通ってたら引かれてしまうっていうのもかなり今後
多くなることもあるだろうし。ありますよね。そこ行くと途中にですね、高江の例の、はい、ヘリパッドの建設の反対運動が、はいはい、それがあるんですよね。僕はそこを何度も訪ねてるんですけども、うん、そこ行く道はまあそれなりの道なんですけど、ヤンバルクイナ平気で出てきますから、そこでヤンバルクイナって飛ばないですから。そうですね、うん、だからそういう意味では交通事故に遭う可能性もすごくあるし、でやっぱりあれじゃね、他にもいろいろなあれがありますよね、うん、だから危ないなとは思ってるんですけどね。そうなんですよね。まあだから世界自然遺産なわけだから、うん、あんまりこの商売に結びつけるというよりも、うん、その豊かな自然をそのまんま大事に残している場所として、うんうん、まあ責任を持って管理するっていうのは、うん、それはそれで良いと思うんですけど、うん、そのためには先ほど来出てきているその米軍の忘れ物、落とし物、ゴミですね、これをちゃんと一度大掃除するっていうことをしないといけないんですが、うん、政府の方は大掃除した、もうそういうものは残ってないって言ってるけど現実は残ってるっていう状態なんです、うん、まあそれはね、この前の宮城明乃さんのね、うん、話で十分に分かったと思いますけど、本当によく分かった、うんうん、でこれはもう例によって日米地位協定に基づいて、返還するときに原状回復をする義務を米軍は負わないと、まあ、汚くしたらもうそのままさっと立ち去ってよいと、こういう規定になっていて、後のお掃除をするのは日本人が自分で好きにやってちょうだいねって、こういう協定なんです、うん、だから政府がやらない限りそこにほったらかされたまんまってことになるんだけどね、うんうん、それをその、まあ、秋野さんみたいに個人でね一生懸命やってる人もいるんだけど、うん、それは個人の問題じゃないですよね、はっきり、ね、日本とそれからアメリカのやっぱり政府の問題なんだから、うん、それはきちんとしてほしいなと思いますね。これどうしたいと思ってるの、県は。そう、まあ、一応その、まあ、撤去しないといけないというのはそれはもう思ってますし、うん、国と調整してやっていくということではあるんですけど、うん、はい、これやっぱりね、例えば秋田と青森にある白神山地ってありますね、うん、あそこも途中までしか行けないんですよね、うん、立ち入り禁止なんですか、うん、ずっと奥は入れないんですよ、うん、それだって自然を自然のまんま取っとこうとするからでしょ、そういうことすると、うんうん、だからそういうふうなことできちんとそのあれを決めないとね、うん、どこまで入っていいのか、うん、ここから先はもうダメですよとか、うん、そういうことはやっぱりかなりきちんと決めてないと、またものすごいその、なんていうの、荒らす人が出てくるし、特にここはほら、観光というところと結びつけると、観光客っていうのは、あんまり信用しないんですね、正直言うと、うん、観光客っていうのは。僕も観光客の一人ではありますけど、だからそういう意味ではきちんとやっぱり、あたりをね整備して、入れる入れないっていうのをちゃんと決めないと僕はとても危ないと思いますね、うん、そうですね、泊まるところもないわけだもんね、まあ、ね、うん、ホテルとかもいろいろできてきてはいますけど、うん、まあ、コロナの状況の中で、うん、なかなか簡単に、ね、じゃあ世界遺産になりました、万歳、いやそれは商売と結びつけるとその沖縄の観光資源が一つ増えたって、こういう単純な話ではないと、うん、こういうことになりますかね。まあ観光資源の一つでは多分あるとは思いますけどね、それをどう生かしていくかっていうのはやっぱり行政の問題ですよね、うん、生かし方ですね、うん、なるほど。というのでここも引っかかってるのは米軍基地なんですけども、うん、今さっきこれを撮っている今日は27日の4時なんですけど、先ほどのニュースで米軍ヘリが不時着していると宮崎県110番、110番っていうのもすごいなと思います。これが所属が普天間基地だったということなんですが、これ何してるんですか、この宮崎県で。これはまだ分からないですが、予防着陸というような、まあ、移動だったんでしょうね、沖縄に戻るような、戻る目的だったのか、これはちょっとまだわからないんですけど、はい、ついこの間沖縄県内では、津堅島ですね、不時着して、はい、農地に不時着して、うん、でまあこれは沖縄では残念ですけど割とあることなんですが、はい、不時着されてしまうともう日本人はそばに寄れないっていうこの状態になるんですが、うん、これ宮崎県で不時着しても同じよね。まあ同じですね、うん、はい、これはもう
普通に地域協定の中でなかなか、そうですね、もうすぐ規制線がありますし、まあ、これは宮崎だけどこの前山形とか、そうそうそう、オスプレイでなんかちょっといろんな、そんでもそんなに日本中飛び回ってんのかっていう感じだよね。そうね、うんうん、実は飛んでましたっていうところが結構たくさんあるように見受けられます。で、飛んでるだけならいいんですが、いろいろ物を落とすというので今回のニュースはこんなものが海にぷかぷか浮かんでいました、うん、食料とか、これは燃料とか、まあ、そうですね、渡名喜島の、沖合で、鉄製のコンテナ、すごい縦2メートル横2メートルぐらいのすごい大きいコンテナ、うん、鉄製のコンテナが吊り下げ、ヘリに吊り下げてコンテナを運んでいる時に落として、でコンテナは重いので海中に落ちてしまっ、海中に潜ってしまったんですけど、そこからはみ出てきたこれは食料なのか、あちこちぷかぷか浮いているということが発見されました、はい、これも離島のさらに沖合の小島が、うん、訓練地になっていて、うん、何かしら運んで何か作ろうとしていたのかもしれない。伊手砂島、はい、砂漠劇場、はい、そこになんか新たな施設建設をする予定で、その時に、うん、そのために運んでたものと言われてるんですけど、これ一応落下落としたところは訓練水域内のようなんですけれども、そうであっても定期船が通って構わないという、うね、まあ、航路に当たるようなところに落っこっていたということで、うんうん、島から、この渡名喜島からこの4キロぐらい離れた場所っていうところですけど、まあ、船が来てたら危ないねって、まあ、そういうことなんですかね。あんな小さい島でもあれ砂漠場だったら米軍しか入れない島なんです。そうなんです、はい、なんかもう何年か前にもともと伊手砂島っていうのは神の島と言われた島で、うん、宇多木ですか、4つあるらしいんですけど、90年代に1回その神道っていうんですかね、女性のこの1回この祭り事のために行ってみたら、もう砂漠場なので、その宇多木もなくなってたとか、宇多木って何、宇多木というか何て言うんですか、お祈りするところ、うん、あ、聖地ですよね、聖地要するに沖縄の沖縄って神様を宿すじゃないですか、神様を降ろす女の人が結構たくさんいて、そういう人たちがみんなこうお祈りをしたり、聖地があって、それがここの島にもあったはずなのに、数年前に行ってみたらもう砂漠状なわけだから、跡形もなくなくなっていたと、こういう話なんですか、っていう感じで、もう普通、まあ、立ち入りできませんけどね、その時は。なるほど。で、いろいろこんな時だけ落ちたのかというと、これはもうしょっちゅう吊り下げで物を運んでいます、観光客の上でも吊り下げて運んでいます。観光客が海水浴してる上を通ってるわけだ。そうですね、うん、落ちるかもしれないし、怖いですね。そう、はい、こっちはトラクターだかパワーショベルだか、ショベルカーみたいな感じの、うん、はい、なんでこう吊り下げて移動するの。これはまあ訓練ということで、吊り下げ訓練とやってるんですけども、うん、本当に何かやる意味があるのか、これは、うん、本当にね、こう動くはずだし、ね、さっき話し合っても地面ね、道路走らせてもやつなのにと。これ自身はまあちょっと森の上みたいだけど、そうですね、市街地とか、うん、そういうところもやるんですか。いや、確かに海沿いにやったり、これまで落としてるのは、うん、まあ、海に、2年前、うん、去年もなんか海に落としたり、なんか、金属製の、うん、鉄製のなんか戦車に似せたものが落ちてしまったとか、いろいろ海に落ちたりするんですけども、もう過去にはもう、この吊り下げ訓練だけじゃなくて、パラシュートでなんか物を落としたりとか、それが民間地に落ちてしまったとか。うん、そういう事件もいっぱいありますね。すね、これが有名な事件でして、はい、米軍が訓練としてトラックをパラシュートで、うん、まあ、ある目的地に落とそうとしたところ、畑と道路、農道に落っこってしまって、
女の子が下敷きになって亡くなったという事件も、うん、これいつ頃の1965年ですね、うん、あの復帰前ですけども、これ結構大きな、うん、大きなあの抗議運動になりました、うんうん、繋がったんですよね、うんうん、まあまあだからしょっちゅうそういうその吊り下げ訓練、うん、訓練をどうしてあの島の上でやるのかなと、うん、まあ海の上でもねその漁船にとか航路に当たるっていうのは怖いことがあるけど、うん、まあ市街地で、まあ、森の高江の方でもまあ海じゃなくて森の中を大きいなんか荷物を吊り下げてやってる訓練もありますし、うんまあ、基本的にだってあの、うん基地っていうのは割と町の中にあるわけだから、うん、その町からその訓練地まで飛ぶっていうのは当然、うん、あの市街地の上を通るって話になりますよね。うん、まあこの辺は、うん、結構いろいろ人をぶら下げて飛んでいることもありますし、うん訓練っていうのはまあ私たちの平和な日常から見ると見てるだけでもちょっと怖いようなものが、うんうん、これ抗議するんですか？いちいち。あはい、まああの。これはもう抗議しますね。県議会はもう、これ、抗議決議してます、ねうんはい。なるほど。というのが、まあ、空から落ちてくるものですけども、流れ出るものもあって、これもなかなか厄介です。で一つ、これはね、実はまだ正体不明なので、米軍は濡れ衣だと言うかもしれませんが、つい最近のニュースでは、うんあの普天間川にピンク色の なんだかわからない排水が流れ込んでいるというので大騒ぎになりました。これ何だったんですか？ですかね、これはちょっと原因まだわからなくてですね、これは派遣されたのがこれは北中城村ですよね、うん、この川が北中城村とこの中城村という2か所そこから流れていって、米軍の基地内も通って、うんここへ出てくる海に流れていくという感じになるんですけど、うん、こういうピンクのものが何かどういうものなのかも分からないし毒性があって怖いしで流れていってしまうので、うん、今となっては一体何だったのか私たちの方は確かめようがないっていう状況に今なっています、うんうん、これはあのなんか写真見ると何かの排水路ですね、そうですね、排水路、はい、で排水路だからあの普通の川じゃなくていろんなそのなんていうの、ものが流れ込む、うん、要するに基地の中だったらそこへ何か流れ込む、うん、つまり地上からは見えないわけですよね、うん、これね排水路だから上の方はこう、道路やなんかでかぶさっちゃってますから、うん、だからこれかなり気持ち悪いと思いますね。うんうんで今はピンクですけど前からあのお知らせしてますようにピンクでないものはしょっちゅうというかしばしばこのように一番多いのは泡です、ねうん、で泡は何かと言いますと前お知らせしましたけど、うん、PFOS と言いましてこれは何ですか？ PFOS という泡消火剤ですね、うん、あのなんか米軍機のちょっと火災があったりとかそれを消したりする消火剤なんですけどこういうのは有機フッ素化合物まあ、PFOS って言われてるんですけど、うん、これをですね今沖縄で問題になっているのが、まあ、宜野湾市の方なんですけど米軍は普天間飛行場に保管されているこの PFOS を含む汚水ですねこれをあの普通の民間の下水道にあの放出する計画っていうのがあってもともとはその PFOS というのはあの処理の仕方としてこの、熱処理焼却処理をして、うんまあ適正にというかこれをあのやるのが普通なんですけど、うん、米軍としてはなぜそういう危ない、まあ、PFOS というのは全然あの毒性はあのもう消せないっていうふうに言われるこれ永遠のこのフォーエバーケミカルって言いますか永遠の化学物質という自然界でほぼ分解できないような物質なのでそれをそのまま流すというと海にも流れていくし、うん、あのまあなんだろうこのね海の生態系とかもすごく怖いし飲み水に入ってしまうのも怖いし、うん、そういうのを、流そうという計画があるとそれを今反対していてあの地元と県もですねこれだから泡消火剤に使われてるのは有機フッ素化合物なんですけれども、はいこれ自体がすごい毒性があるのかどうかっていうことははっきり言われてないんですか？発がん性物質
っていうことなので、うん、まあ、でも健康にはかな、まあ、悪い、うん、悪いで、アメリカでは規制されているものなんだそうです。国内でも規制、使うなと言われてるんですけど、使うなと言っても使ってるんですよね。そうですね、もっぱら消火剤として使っていて、うん、これが今回だけではなくしばしば、うん、基地外に溢れ出ます、うん、こう泡になってきれいに飛んだりもするんですけど、どうしてかっていうと、バーベキューをしていて間違って出ちゃったとかですね、うん、酔っ払った 米軍の方が栓を開けてしまったっていうか、ぶちまけてしまったとかっていうので、基地外にこういう泡が流出するってことが、まあ、割にあることなんですが、うん、これもなかなか困らない。ね、他の基地ではあんまりないんですかね。東京の横田とか。まあ、ジッポで漏れてしまうっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、今回問題になっているのはもう、まあ、保管しているものが、もうどこにも焼却の中、焼却するとお金もかかるし、時間もかかるので、流した方がいいという、この安易な、やり方で、流そうとしていることにすごい反発そう、ね、しているところで。いや、この泡消火剤に使われている物質に関してはいろいろ問題があって、もちろんその溢れ出てしまって泡が飛んだりするっていう問題について、沖縄の地元でもすごい問題になってるんですが、東京でいうと横田基地でも消火剤としては結構使われているので、横田基地とかその東京の西部の方の基地ではずっと昔から一定使っていたものなんですね。で、それが長い間に地面に染み込んで地下水の中に入り込んでいるんじゃないかっていうことで、調査をした、東京の中で調査をしたこともあって、それがもうかなりの先っぽの市町村のその地下水にもあるということが分かって、結構実はあんまり大きく取り上げられてないですけれども、一部の人たちにとっては騒ぎがなっています。府中とか、それから国分寺とか、国立の一部とか、あの辺のこう多摩地区ですよね。そう、地下水系にね入り込んで、しかもすごい悲しいことに、これまで、まあ、日本の名水とかそういうのに選ばれるほど美味しい地下水っていうふうに言われていたものに、どうも混じってるんじゃないのかなっていう疑いが持たれてきてるっていう問題なんです。で、うん、これ他のところから大量に入ってくるってことはあんま考えられないので、結局のところ西部のあの地域にあった米軍基地から流出したもの、昔はだからいらなくなったらバカバカ地面に吸わせていたと思われるので、それがそういう形であられたんじゃないかって言われてるんです。で、というので、私たちの方は、基地の外側の方は、いや、それはやめてくれっていう気持ちが強いわけですね。うん、ちゃんと処理してくれって中で。うん、ところが、米軍の方はあんまり気にしていなくて、でも今、吉川さん言ったみたいに、今度は、そのまんま外に流すからねっていうことを言い出しているんです。うん、それについて意見書を出そうというふうな動きありますけど、ここはでもガツンとやめてください。これはね、本当に相当昔から使ってたわけですよ。だから東京の多摩地区でこれが残ってるっていうのは、例えば立川基地とか府中基地とか、あの辺の基地から出たに違いないというふうに言われてますけど、今ね、昭和記念公園ってなって、うん、あれが昔の立川のね米軍基地ですから、うん、多分あの周辺から、うん、流れ出たものが地下水に入って、まあ、西部多摩地区のある種の地下水を汚染していたのではないかと言われてますね。なるほど。まあ、だから私たちは汚染だと思うわけです、その物質が入ってると。だけどそのまま流すってどうしたらいいんですか。そう、もうなんかこう、私としては知事にですね、まあ、4軍司令官に言って、うん、流すんだったらまずこれをあなた飲んでみてくださいと思って言ってみたらどうかと思うんですけど、まあね、つまりあれですよ、彼らがその米軍の兵士たちはしょっちゅ こう移動していなくなるでしょう、うん、何年かで、うん、つまり周りの人たちはずっと住んでるわけだから、うん、それは影響の度合いが全く違いますよね。 1,2 年でいなくなる人と、うん、まあ、それがちょっとまあ体に入ったとしてもいなくなっちゃうわけだから、もうその後は全然関係ないわけでしょ。でも周りに住んでる人たちはこれは日常的にそれがもし入ってくるとすれば、これは結構ね、そうですね、あれになりますよね。
これから、この問題はこれから？いや、国に対してもこれは要請してるんですが、まあ、これは絶対認めてはいけないっていう話になってるんですけど、うん、ただ、まあ、国の方も、これ一旦それを認めてしまうと、これも常態化して、うん、もうずっとこれがもう当然みたいになってしまうので、うん、まあ、これはまあ、政府としても、まあ、県も、これはちゃんときちんと米軍に対して、こういうことをするなと言った方がいいと思いますし、検査してるんですよね、うん、排出口の。いや、これまだこれからっていうことですね。その流そうと思っているのをきちんとまあ、飲める水ぐらいまでして流しますと米軍側は言ってるんですけど、これは福島処理水と同じ話になってませんか？そうなんです。今俺も一瞬そう思います。私もそう思うんですよね。ただ、まあ、原発の問題はすごい大きいお話ですけど、うん、そのまあ沖縄基地の問題いろいろある中で、この PFOS の問題も実は大きい問題だけど、なかなかその表に全国的な問題になってないというところがあるなと、うんうん、でも使い道から考えても、日本全国にある、うん、米軍の飛行機が出入りする基地では使ってないわけがないものなんですよね、うん、ってことはどっかで地面に染み込ませてるか、川に流しているか、うん、何かしている可能性は極めて高く、はい、これなんていうか、無味無臭っていうか、見たところわからない、泡になってしまったらわかりますけど、そうでなければわからないものなので、わかんないですね、もうどうなってるのかね。いや、わかんないです。復帰前とかもっとすごかったと思うんですけど、うん、もうこういう事件とか、その表に出て、うん、ほら大変流れてるっていうのわかればいいんですけど、わからない、住民がわからないまま垂れ流してるって状況はずっと昔からあったはずですし、うん、そう考えるとどれだけ汚染されてるのかってちょっと怖い感じがしますね。そうなんですよね。で、立ち入り検査も非常に地位協定の関係で難しく、これ入っただけでニュースになる、その溢れ出た泡について、その管理について立ち入り検査をしたっていうこと自体が大ニュースになるぐらい大変なことになってしまうんで、いや、基地の周りにお住まいの基地よりかなり離れても同じ水系で水を飲んでいらっしゃる方は、ちょっとよく考えておいた方がいいかもしれないと思います。うん、だって立川基地と国分寺国立府中ってそんなに近いとは言いませんよね。まあね。うん。という話でした。あと何をやろうかなと思いましたが、皆さんやっぱり沖縄のコロナはどうなっちまったんだっていう気持ちがあるかもしれません、結構大変なことになっていて、もう300人、1日300人を超える日もあったですよね、感染者ね、ですからどうなるんでしょう、この後。今日350名超えたということで、過去最高の、まあ、新規の感染者数、6月の第3波、うん、4波、うん、分かんないけど、それよりも増えちゃった。そうです。今まだ第4波が収まらないうちにも沖縄第5波という話になっていて、まあ、対策どうするかっていうところが、うん、まあ、今この観光シーズンの中で羽田とか沖縄に、うん、行く、飛行機を乗る前に PCR 検査国がやったりとか、あと、なんだろう、県の方でも、何か対策っていうことで、うまく、それか歯車回ってないんでしょうね。その、うん、これだけ数が増えてくるというのは。そうなんですよね。うん、直近1週間の10万人あたりの感染者数っていうのを26日の時点で計算したものを、これは日経コロナから出しましたが、うん、まあ、東京都が急激に拡大しているということもありますが、沖縄もこんだけ68人、10万人あたり69人ぐらい感染者が見つかっていて、ベッドの使用率も非常に上がっているということなので、まあ、東京に比べると沖縄はやっぱり医療の体制が弱い地域ですしね、離島も多いし、まあ、大変心配なんですが、なんかこれという手は打てないまんま来てるんですか？そうですね。ワクチンの接種率もかなり低い、うん、全国に比べて低い状況にもありますし、うん、高さんどうしたらいいですか？だからやっぱりね、その観光客っていうか、その人の流れですよね、うん、人流なんて言葉嫌いだから使いませんけどでもやっぱりその沖縄に観光行くのは結構ですけれども、今行かなきゃいけないもんじゃないでしょう。だからやっぱり
島ですから、入ってこなければ広がらないわけですよ、どうやったって。だから、やっぱりその観光を今、沖縄に行こうと思う人たちは、やっぱりここをちょっとね、考え直してほしいなって僕は思いますね、やっぱりね。どうなんですか、沖縄の感染って。例えば、まあ、観光業の方たちの圧力にこう負けて、知事の方がなかなかこう、強い対策を打ててないんじゃないかっていう話もあるけれども、ここまで来てしまうと、まあ、なんか一旦こう島を閉じて中の検査を集中的にやるとか、ワクチンをどんどん打つとか、いろいろして止めるっていうことが先のような気もするんですけどね。そうですね、本当にワクチンとか、この県が本当にリーダーシップを持っていろいろな政策を進めていかないといけないんですけど、ただこのコロナの対策については信頼感が一番政治に対する、その県の県政に対する信頼感が大切だと思うんですけど、その辺がなんかですね、この前、中部病院という、機関、沖縄の県立なんですけど、中部病院でクラスターが発生して、50名ぐらい、お医者さんとか看護師の方とか、患者さんも、その中で死者もかなり十何名が出てることを公表をきちんとしてなかったっていう問題が出たりとか、こういうきちんと大変な状況です。発表していくっていうのが普通なんですけど、そう隠してたというか、まあ、隠蔽してる雰囲気なんですけど、それが遅れて出てきて、信頼っていうところも、そうですね、なんか病院の方は、自分の方は公表したかったのに、そういうね、県の方が止めたので、公表できなくて心苦しかったみたいなことを会見で言ってらしたりして驚きましたけど。まあ、国の政治もそうなんですけど、その辺の、関連、同じような感じで、信頼が持てない。っていうふうな県政になってしまうと、コロナ対策にしても、外で飲んでいいだろうとか、普通に遊んでいいだろうっていうふうな県民もなるだろうし、やっぱりそういうところも、もうちょっと、きちんとやっていかないといけないと。根は深いですよ。向こうさんは、じゃあ当分は沖縄には行かず、我慢する。行きたいですけどね、一生懸命我慢してるんですよ。我慢してらっしゃる方多いと思います。どうなんのかな、これで五輪もやって東京でももういろんな形の株が増えてね、それでオリンピックを避けようというので都外に旅行に行ったり帰省したりする方も結構いらっしゃるみたいで、これがまた全国にスプレッドっていうかね、こう広げていく格好になってるんじゃないかと思って、とっても心配です。大きいと思いますよね。だって今東京ももちろん増えてるのはわかるけど、全国にバーッと今散らばって増えてるでしょ。それやっぱり東京からどん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 今人が出て、この前の4連休だってなんだかんだ言いながら随分東京から人が外へ出ていったでしょ。でこれで感染が広まらないわけがない。もうほとんどやっぱりまた同じこと言っちゃうけど、やっぱオリンピックってのは本当に僕は害悪だったと、今回に関してはね、スポーツってことじゃなくてですよ、イベントとしてのオリンピックってのは本当に害悪だったと思いますよ。なるほど。というのでなかなか先行き暗いんですけども、ちょっと動物ネタということを要求いたしましたところ一つは、水路にサメの子供が泳いでいるのが発見されました。どう猛なオオメジロザメの子供、どうして入ってきちゃった。海が近い場所でそことつながっていて、オオメジロザメ、川が上がってきたのかなと思います。次はこれは美ら海、美ら海水族館で、オキゴンドウの赤ちゃんが生まれたということで、でもお母さんももちゃん、そうです、はい、子供はまだ名前ないまだ、名前がないですねアンズとか性別も不明で今そうなんだというので、今はまだ私たち行っても見られないのかな、入れるの。いや、これはちょっとコロナ落ち着いてからという形になりますかね。そうなんですって。じゃあ来年の夏ですね、大きくなった赤ちゃんを見に行っていただきたいと思います、ということで、今月も基地関連の話が結構多くて、沖縄である見ると
時々あることなので驚きがないですけどね、考えてみたら今みたいな吊り下げているものが東京湾にぼちゃっと落ちたとかですね、その、うん、ね、隅田川とか多摩川がピンクになったとかって言ったら東京だったら大騒ぎになると思うんです。だからそういうことは沖縄ではなくて基地のあるところではどこでも起こりうることだということで、うん、これは考えておきたいと思います。じゃあまた来月お目にかかりたいと思いますが、来月は何がありますか？来月8月はお盆なので、うん、あのエイサーとか、あのエイサーとかの各地でやったり、ね、それからあのなんだっけ、ハリーですか？ハリーは5月でしたみんな、まあ、とりあえず本来であればあっちでもこっちでもエイサーがあって、うん、なんか比べてみるとこの番組始めて知りましたけれども、エイサーといっても東京で私たちがイメージするエイサーとまた違った感じの本当にお盆の踊りのような踊りもあったりして、うん、そういうのがもうあちこちあちこちの集落でそれぞれ独特にあるっていう、そういうのを見る楽しみもある月なんですけどね、うん、今年はなかなかそういうこともできませんが、まあ、今年は、まあ、自粛して、うん、沖縄に行くのはちょっと控えましょう。じゃあ自粛して控える代わり、来月はちょっとそういうネタもご紹介したいなと思いますので、お楽しみにお待ちください。今日はどうもありがとうございました。